見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。日本による真珠湾攻撃を正確に予告していたスパイがいた。映画007のジェームズ・ボンドのモデルになったズシュコポポフである。そして米英は彼から事前にこの重大情報を入手していた。なのになぜアメリカは奇襲攻撃を許してしまったのか。本校は、岡部信著、第二次大戦、諜報戦秘史、PHP 新書を一部抜粋、編集したものです。ジェームズ・ボンドのモデルの一人、映画、007シリーズに登場する華麗なるスパイ、ジェームズ・ボンドのモデルとなったスパイは数多く実在するが、原作者のイアン・フレミングが最もイメージを膨らませた人物が第二次世界大戦中、ドイツとイギリスの二重スパイだったセルビア人実業家でコードネーム、トライシクル、三人者、本名ズシュコポポフだった。ジェームズ・ボンドのイメージ通りのプレイボーイであったとされる。ドイツのスパイを装ってアメリカに派遣されたポポフが、191年1月8日の真珠湾攻撃を米 FBI 連邦捜査局に予告していたことは、インテリジェンス、情報活動の歴史ではよく知られた話だが、実際にこの予告情報をイギリスの通称 MI5 情報局保安部が把握していたことを示す秘密文書が英国立公文書館にある。イギリスのインテリジェンスに詳しいイギリス、タイムズ、紙のコラムニスト、副主筆で作家のベン・マッキンタイアーは、著書、英国二重スパイシステム、中央公論新社、で、MI5 の防用担当部署は B セクションと呼ばれ、その後、打ち切れチェロを弾くのが趣味のスパイハンター、カイ・リデル、副長官、筆者中、が務めていた。リデルは膨大な量の日記を残しており、それを読むと、この驚くべき秘密機関が戦時中に行った活動の実態を非常に詳しく知ることができる、と書いている。この、リデル日記、が英国立公文書館で公開されているのである。それによると、リデル副長官は、真珠湾攻撃後の191年1月17日付の日記で、ポポフがドイツの情報機関からアメリカに派遣される際、真珠湾の軍施設や米艦隊の状況を偵察する指示を受けた、トライシクルの質問状、調査リストが、今、我々 MI5 の手元にある、と記していた。トライシクルの質問状は今、我々 MI5 の手元にある。これは8月にドイツ人たちが真珠湾について特別に関心を示し、可能な限りのあらゆる情報を入手したがっていたことを極めて明瞭に示している。リデル副長官が真珠湾攻撃からわずか9日後の日記に、トライシクルの質問状、以下、質問状、と書いているのは、実はトライシクル、ポポフ、からの警告が事前に MI5 に伝えられていたことを物語っている、我々の手元にある、と記されているように、MI5 は真珠湾攻撃の前にそれを入手し、分析していた。にもかかわらず、ポポフの予告通りに日本軍の奇襲を許してしまったことへの悔恨の念を表しているように思えるのだ。